バーティー・ピーコックは北アイルランドのロンドンデリー県コールレーン出身のサッカー選手、サッカー指導者、元北アイルランド代表選手、同監督。1955年にはイギリス代表にも選出された。1947年5月16日、生まれ故郷のクラブであるコールレーンの選手としてコナーカップ決勝の第二戦でプロデビューを果たした。 チームは4から1でバリーメナユナイテッドに勝利した。その後、グレントランへ移籍し、1949年にはセルティックへ移籍した。1957年、ハムデンパークで行われたスコティッシュリーグカップ決勝で、レンジャーズに7から1の記録的大差で勝利した試合で首相を務めた。セルティックでは450試合以上に出場し、 スコティッシュリーグディビジョン、A、とスコティッシュカップでも優勝を果たした。北アイルランド代表としても、中心選手として 1958FIFA ワールドカップで準々決勝に進出したチームを支え、小さなアリと呼ばれた。北アイルランド代表では31試合に出場し、2得点を記録した。1961年、グリノック・モートンやブラックプールからのオファーを断り、 選手権監督としてセルティックからコールレーンへ移籍した。監督として1965年にアイリッシュカップ初優勝、1972年に2回目の優勝を果たし、1974年にはアイリッシュフットボールリーグ初優勝を果たした。選手としてはコールレーンで通算359試合31得点を記録した。 1962年から1967年の間は北アイルランド代表監督も務め、1964年にジョージ・ベストとパッド・ジェニングスを代表デビューさせた。コール・レーン監督を退任後は長年にわたり、クラブの副会長を務めた。過去に、ジョナサン・スペクターやポール・スコールズ、ウェイン・ルーニーなども参加した、ミルクカップの創設者の一人である。 1986年大英帝国勲章を受賞した。2004年7月22日75歳で亡くなった。ありがとうございます。